はい、レオンです。今回はね、FireHD8 Plus 延長保証、自己保証、保証書、2年の紹介やっていきたいと思います。はい、頑張るぞ。さっき紹介した FireHD8 Plus、Amazon プライムデーで4000引きの9980円で購入した際に、これオプションで付けられるんで、もちろん有料なんだけど、最初3年のやつも、2年と3年があるんだけど、最初3年のやつあったんだけど、あの Amazon プライムデーでね、 32GB 64GB ともに4000匹だったから、かなりの売れ行きで、3年保証のやつがもう多分品切れになっちゃったのじゃないかな。なので2年の取り扱いしかなくて、今回2年のやつ購入したんですけど、これ90日だったと思うんだけど、本体だけ多分おそらく90日だったかな、あ違うか、ちょっと覚えてないんだけど、あもっとあるよね、1年近くあったかな。FireHD10 と Fire7 それぞれ3年保証のやつ入ってるんで、今回の FireHD8 Plus の方も3年保証のやつちょっとつけようと思ったんだけど、もうなかったから品切れになってるんで、もう2年保証のやつ買ったんだけど、で2年のやつの保証買わない つけない人もいるみたいなんで、自分が YouTube で時々言ってるんだけど、 YouTube でこういったファイヤータブレットを紹介してるおっさんなんだけど、自分もおっさんなんだけどね、あの人の方がちょっと上なんじゃないか分からんけど、あの人、サトチュンチャンネルっていう人がいるんだけど、あの人もAmazonタブレット持ってて、全機種持ってるんで、 Kindle とかそういうの持ってるんじゃないかな。なんかファイヤー全世代のファイヤー10それぞれ持ってると思うんですよ。ファイヤー HD10 の前の世代で、今の世代と、あとそれぞれね、 Fire7 も8も前の世代で、今回新しい世代ね、それぞれ持ってると思うんですよ。6台とかなんか複数持ってるみたいなんで、7は分からんけどね。あの FireH この保証の話もしてたんですよ。前の FireHD8 もう起動しませんっていうになんか紹介しててね、今まで紹介し、こういったオプションつけてなかったんじゃないかな、あの人多分。で今後つけた方がいいと思いますみたいな感じで言ってたんだけど、これつけた方がいい、安心なんですよ。これすぐにはなかなか壊れないんでね、1年経った後に、普通メーカー保証って1年保証でしょ、電化製品なんかでも。まあ長期保証とか後でつけられるんだけど、お金出して、で1年だつけないでやる人もいる。例えばつけない場合メーカー保証の1年が切れた後に直後に故障とかね、そういったのもあるんで、そしたら有償になるんで、修理が有料になるんで、これつけてた方がいいですね。ちょっと軽く読んでいくんで、本保証書は保証規約書き言われる、これちょっと隠してるのはね、番号かなんかあるんですよ、個人番号みたいなのが、登録番号みたいなのがあって、これちょっとさすがにお見せできないんでね、ちょっとこのスマホのカバーで隠してるんだけど、本保証書は保証規約下記 URL 参照に基づき、保証期間中の代品交換をお約束するものですって書いてますね。本保証期間終了まで大切に保管ください。保証対象商品 FireHD8 FireHD8 Plus プラン名、延長保証、自己保証プラン2年、落下、水濡れなどの保証付き。これね、バッテリー、これには書いてないと思うんだけど、バッテリーの消耗の方でも保証対象になってるんですよ。保証期間、本保証書購入日より2年間、メーカー保証期間中はメーカー保証が優先されます。なお端末予約期間中は端末発送日より2年間となります。端末が発送されるまで保証は開始されませんので、ご安心ください。これね、発送、これも書いてある通りね、発送されて荷物が、例えば今日到着するっていう時にメールが来るんですよ、この案内の、保証が始まりますよみたいな感じの案内のメールが来るんですよ。
保証開始日及び保証終了日は弊社から別途購入後に送付される、書いてますよね、送付される電子メール件名 FIH8+ 延長保証、自己保証プラン、2年、落下、水濡れなどの保証付き、保証書のご送付に記載されています。受信いただいた上、上記電子メールがお客様の迷惑フォルダに入ってしまう場合があります。当該電子メールが見当たらない場合は恐れますが、下記のテックマークジャパンカスタマーサービスをお問い合わせください。って書いてます。英語で書いてますけど、保証内容、自然故障、不具合および落下、水濡れなど偶然な事故による損害に対して無償で代品に交換いたします。保証限度額、保証対象商品のメーカー希望小売価格、保証費税を含まず、メーカー希望小売価格を Amazon サイトにてご確認ください。カスタマーサービスの連絡先とかここに書いてます。端末の延長保証、自然故障、不具合について番号は書いてません。下は端末の事故証、損傷、落下、水濡れ、これですね。ちょっと画面で映ってないんでちょっと曲げるんですけど、端末の自然保証、損傷、落下、水濡れなどについてって書いてますね。引き受け保証会社、テックマークジャパン株式会社って書いてますね。後ろの方が、後ろは番号書いてないから、登録番号ね、記載されてないんで、お願いとご案内、保証規約をご確認ください。保証、本保証書、保証規約に基づき保証期間中の代品交換を約束するものです。下記 URL よりお買い上げいただいた保証の規約をご確認ください。以下の場合は本保証書をご用意の上、弊社カスタマーサービスへご連絡ください。本保証書を利用して保証対象商品の交換を申請したい。転移や結婚などにより保証書の記載項目を変更したい。保証対象商品の譲渡や贈呈により被保証者の氏名を変更したい。保証対象商品を返品したため本保証も解約したい。保証対象商品の契約と本保証書契約は別契約となっております。保証対象商品の契約をキャンセルされた場合は本保証書も、本保証も解約してくださいというようになってますね。ここは番号、さっきと一緒の連絡先なのかな、これ。これだから、FireHD、この本体、FireHD とプラス本体、例えばヤフオクとかに売った場合、このさっきの連絡先に連絡入れて、持ち主が変わるんで、この保証の方も、保証書の名義の方も変更してくださいっていうのができるんですよね。まあ、売らないと思うんだけど、大体の人。ヤフオクで見たことあるんだけど、中古で回ってるのあんま見たことないんですよ。大体新品とかだったら出品されてるんだけど、わざわざヤフオクで買うこともないと思うんだけどね。アマゾンで絶対買った方がお得なんで。こういう感じで入れといた方が安心なんで。だ、 Google プレイ入れたらね、あれが保証の対象になると思うんだけど、でもね、あれ例えば故障してね、 Google プレイ入れた後に故障した場合、初期設定すればいいと思うんですよ。そしたら全部消えるんで、その状態で出荷、工場出荷、出荷時の状態にして、このでここに送ればいいんじゃないかなと思うんだけど、故障した場合はね。はい、以上にしていきたいと思います。これ以上説明することないんで、はい、以上にしたいと思います。今回はね、 FireHD8 プラス延長保証、自己保証、保証書プラン、2年落下、水濡れなどの保証付きの解説、紹介やってきました。あとよろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。